真由美勝成のエキスパートゴルフ。Let it go。カップまで33ヤードのラフです、はい、ここがグリーンが2段になっているのでどこに乗せたらいいのか、ね、転がすのか、そうそう難しいですね、はい、それとまたアプローチの基本というのは体重が左ですね、はい、球の位置はやや右、右、はいはい、こうですね。でこうやってクラブは下からこうやってしゃくりますか、それとも上からこうやって打ちますか。上から打ちます、うん、そうです。これがアプローチの基本ですね、はい、ところがこういうところとここでこの2種類あります。これ浮いてますね、はい、浮いてるやつは今の基本通りにやるとどうなりますか。こうやって下に入って抵抗が強いんです、うん、要するにクラブで結果的に言いますとクラブの上に当たっちゃうんです、はいはい、でこうやってて左にこうやってて右にやっててこれ、うん、よくダフりますね、はい、ポッコンいいですね、はい、うん、ダフるっていうのはこれ教科書通りにやるからダフるんです。この浮いてるやつはティーアップしてるやつと思ってください。ティーアップしてるやつをそのアプローチウェッジなりサンドウェッジで打つとこれは下からしゃくってあげればいいんです。俗に言う非常に悪い打ち方です、うん、だからしゃくるっていうことをこう下から打つのは悪いことだと思ってるんですね、はい、そうじゃなくて浮いてるとこは球を左に置いておいて下から持ち上げてあげればいいんです。それで今これはボールもう一つはこれはあのほぼ地面に土に近いところに入ってます。で要するに浮いてないところに入ってます。こういう時に基本を使います。こういう時は左足体重で右に置いといてクラブヘッドを上から入れる。それ上から入れたらこれフォロー取れますか。取れないです、ね、取れないです。そうです。これでフォローを取ろうとするとしゃくり上げです。こういうところはしゃくり上げはできないんです。だから上から下は打って終わりです。上から下で打って終わり。そうするとランが強くなるんですね。それを利用です。それをちゃんと見極めることなんですね、うん、ここは左にちゃんと体重を置いといて右に置いといてぶつけていく、うん、ここは反対に球を左に置いといてしゃくり上げ、うん、はい、こういうふうにするとラフの使い方でかなり変わってくると思いますから、うん、ちょっとあの自分流ですけどちょっとやってみてください、はい、その時にスタンスを絶対広げないことです。広げないこと、はい、やってみます。広げないことです。スタンスを広げない、広げない、そう OK、 はい、今度浮いてるとこです。そうすると球を左に置いておいて下からしゃくり上げです。そうです。もうちょっとしゃくってもいいですね。そうすると芝の抵抗ってどうですか、はい、あんま感じないですね。感じないですね、はい、いつもとかこうバフってこう球に止まるときもあるんですけど、はい、球をうんと左です。もっと左、はい、で下からそうです。おー、ナイスです。おー、それは楽だね。これ新しい感覚ですね。今までないです、こういう感覚は。はい、これあのフェアウェイ横のラフとかっていう距離があるときでも大体今みたいな打ち方するんですよね。はい、そうですね。あのスッと払うような、はいはい、だからこれはあくまでも自分流の打ち方ですね。教科書が悪いとかじゃなくて自分流ですね。そうです。完璧、うん、うまい。あれはちょっと半分切ってるんですね。へ、上から切ってる。この中でもスピンかけてるところですか。そう、そう、今度潜ってるからちょっと左に体重かけてできるだけフォローは少なめです。ぶつけていくんですね。だから難しくなるんですね、ジョインランが。そうです、うまい、うまい、うまい、ナイスです。これがやっぱ僕らとの違いですよね。ワンパット圏内に持っていけないっていう。いや、それにはこれをちょっと覚えておくと、はい、勘が出てきますから。なるほど、はい、これも経験ですよね。そういう打ち方やってると距離感っていうのはだんだん出てくるから、なるほど、うん、